ケメンズイソショラアメちゃん、はい、今日はい、モスの高カロリー商品ベスト10当てるまで帰れません。はい、高カロリーモスはちょっと見当つかないな。そうやな、わかんないですね、全くわかんない。あんまり普段食べないしね。そう、モスバーガーとライスバーガーぐらいしか知らないですよ。あね、メニューパッて思い浮かばんよな。あ、そうそう、モスだけはな。まあ今回は一つの商品を3人でシェアするみたいな感じでいきましょう。はい、で、まあ響くんが調べてくれてるんで、今回は響くんに見てもらってやります。わ、はい、かりました。それではレッツラゴー。うわこれやめましょうな。つけ麺ズ。じゃあ1個目、はい、はい、来ました。食べきりチーズサンド。ほら、チーズがいっぱい入っててハンバーグってかはみ出してるやん。チーズ、ほら、わ、ちなみにメニューは結構あるんだよね。ありますね、うん、ホットドッグとかもありますね。そうそうそう。で、まあサイドメニューのポテトとかチキンとか、はい、これ結構手強いかもね。手強いわ、長期戦。じゃあまずは、それね、はい、食べきりチーズ。じゃあちょっといただきます。ちょっと照り焼きっぽくて、照り焼き系はカロリー高いから。抜群ですね、これ抜群。はい、初めて食べるわ。やっぱ味だけで言ったら、やっぱモスってハンバーガー界の中では一番美味しいと思う。うまっ。やっぱ日本のハンバーガー屋さんなんて日本人に合ってる。うまいな。うわ、痛いな。めっちゃチーズ美味しいな。ね、違う、パスタも。あっ、うん、うまっす、うまっす。まあまあこれは入ってるでしょ。まあね。じゃあこれ飛び切りチーズ。はい。1位です。おお、すごっ。すごいね。やっぱ1位か。やっぱ。ちなみにその飛び切りチーズ何キロカロリー？473キロカロリー。へえー。あ、でもなんか思ったより高くないですね。ね。ヘルシー。はい。続いてロースカツバーガー。はい。あのマイケン先生。マイケンのやつ。あ、そっかそっか、俺らやったな、これ。ね、マイケン選手が世界一美味しいハンバーガーって。じゃあ、これからいただきます、はい。これ揚げてるし、ソースたっぷりついてるし。そう、やっぱソースって結構、あのカロリー高いから。うめー、世界一。世界一。でかいってよ。うん、でかいって、日本の味。ジャパンニーズハンバーガー。おお。あ、じゃあロースカツバーガー。ロースカツバーガー8位です。おお、でもこれで8位。ちなみに4018キロ。じゃあ結構400台がそうやな、ずらっと。こちらスパイシースパイシーモスチーズ。おお、スパイシーモスチーズがもし入ってなかったらモスバーガー系は絶対入んない、入んないから。あ、そうか、モスチーズとか。これが基準になるか。そんなうまいな。びっくりした。びっくりした。モスバーガーってやっぱモスバーガーが一番うまいんだ。すごい。おお、いった。すごい。スパイシーモスチーズ。はい。スパイシーモスチーズバーガー。はい。すごいです。おお。絶対やったよね、これが。8位と5位です。7キロカロリーしかないです。その間がすごい。絶対店員さんのさじ加減でちょっと変わってるよ、もちろん。確かに。はい、はい、4つ目じゃあ、照り焼きチキンバーガー。間違いないでしょ、これは。これモスで一番好き。レタスが美味しい。美味しい。美味しいわ。おお、すごい。じゃあ、照り焼きチキンバーガー。照り焼きチキンバーガーは県外。もう県外。マジでこんな濃いのに味。飛び切り和風ソース。さっきの飛び切りチーズの和風ソースバージョン。だって飛び切りチーズ1位だからね。そうか、そっかそっか。そっか、そっか入ってるわ。でも肉も大きいから、それ分カロリーもでかいから。そっかそっか。抜群。入ってる？うん。うまっ。あ、和風。うん。やっていいですか、これ。どうぞ。あ、マジで。あ、うん、おー、飛び切り和風ソース。うーん、結構いいとこいった。いいとこいった、いいとこいった。スパイシーチードッグ。お、ホットドッグ。これはいいとこいってるで。これちょっといいとこいってるよね。だからね、いただきます。おお、
これうまいわ。いや、ソーセージカロリー高いね、多分確かね。うん、そう、高いよね、絶対。豆のソース、あ、なるほどね、これビーフだ、ビーンズね。うん、よっしゃ、あっ、はい、スライシーチキン、はい、ケメです。ホットドッグやっぱり入ってないですね、これで。入ってないから、ね、入ってないな。うん、7個目、飛び切りトマト&レタス。あ、俺もうこれ絶対入ってる。飛び切りは今のところもう入ってるから。そうですね、いただきます。お、あ、美味しい。うふ、リーダーいきますね。いいリーダー、かっこいい。今日さすがリーダー、髪型ジャッキーチェーンだけど塩は出てたっけうちのリーダー。うわぁ、よっしゃ、とびきりトマト&レタス。とびきりトマト&レタスは、はい、2です。すごいですね、とびきり。やっぱとびきりすごいね、うん、肉も大きいから、はいはい、それもカロリーもあるじゃん。モスチーズバーガー。おーい、あのスパイシーモスチーズが入ってたから。あー、そうですね。それがまあ辛くないバージョン。うん、もうなんか分厚さで大体わかるわね。そうですね、これすごいよね。コロコロコミックぐらいあるよね。これありますね。じゃあいただきます。うまいな。なんかパスタみたいな。パスタもいける。確か女性満足度すごい高いんだ。モスが一番高い、女性満足度。1位ではないけど。1位はどこや。大戸屋とか。大戸屋とかだわ、玄米出したら1位だ。はい、じゃあモスチーズバーガー。はい、モスチーズバーガー6位です。イエーイ、余裕余裕。よっしゃ、じゃあ次、はい、エビカツバーガー。入ってる、絶対入ってる。いや、これ絶対ってタルタルだ。あー、間違いないですね。タルタルは高カロリーやな。はい、すごい、やっぱこれもすごい、ほら分厚い。これちょっと例えて、え、だってどれくらい厚い。広辞苑。広辞苑用意してたでしょ用意してたでしょ。いや、いや、追い込まれたのが高一年だったらもっと面白かった意外とスッて言うたらお前ら、ね、今なんか用意してたぐらいのなんかスッて出てたそうです。うん、の、嘘、うん、レモン風味。へぇ、うまいわ。うん、うまいよね、さっぱり。お、うまい。レモンいい感じでさっぱりですね、美味しい。おお、うん、すごいね。エビカツバーガーは天外です。マジか。じゃあ何が入ってんの。エビカツバーガーめちゃくちゃ美味しいです。11位です。マジか。やっぱエビがヘルシーやったんだ。10位と2キロカロリー差です。マジで美味しいな。次、海鮮かき揚げ。こちらライスバーガー。これ美味しいやつだ。で、多分ライスバーガーの中でもこれが多分一番カロリー高いんじゃない。まあ揚げてるから。揚げた、かき揚げだし、はい、それがカロリー低かったらもう他もないわ。そう、うますぎ天使。うますぎ天使出ました。うますぎ天使出たよ。うん、うますぎ両さんを。おー、考えてるぞ。リーダー考えてるぞ。ハードルが上がっていく。チビチビ食ってる。うん。どうしたの？すげすげもかや。うん。すげ、なんで？じゃあ海鮮かき揚げ。はい。アイスバーガー海鮮かき揚げは10位です。よし。いった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 。これ難しいよ。マジで？マジで？ポテトは L。やっぱね。見逃しがちだから意外と。まあそうですね。でもこれがなかったら。リーダー、リーダーは俺に対する愛がないの。愛とかじゃないの。あ、ポテト、フライドポテト L。はい、L。フライドポテト L は県外。まあ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 。じゃあこれが 入ってないってことは多分サイドはもうほぼほぼないと。そうですね、多分な。うん、フライドポテトは370。ああ、でも惜しいんだ。じゃあ結構あります。スパイシーモス。わあ、見てこの太さ。何食べる。これ、これあの
工具、工具入れ。悔しいな。工具入れって何？工具入れって何なの？おぉ、おぉ、いきますね。滑ったから責任とって滑ったから、ちょっと責任とって全部いくわ。おぉ、男らしい。さすが。あ、来た。さすが。じゃあ、スパイシーモス。スパイシーモスは？はい。スーツだ。無駄な頑張り。スーツだ。入ってると思ったから、食えたのに。やらかしてしまった。モスバーガーももう買ってきちゃったんで。わかりました。俺が責任取ります。マジで。わかんないよ。入ってるかもしれないから。あ、うん。うんうんうん。そうでしょうね。そうでしょうね。そうでしょうね。モス野菜バーガー。これは入ってるぞ。見た目的に。ガッツも。これ入ってなかったらもう迷宮入りだよ。迷宮入りか。おお。あ、おお。じゃあ本当にお願い。モス野菜バーガー。モス野菜バーガー。はい。県外です。ちょっと。出たよこの感じ。絶対お腹いっぱいじゃん。冷製カレーチキンバーガー。おう。まあ。これすごいのが280円なの。安いな。うん。カレーが冷たくて。お願いします。マジでお願い。冷製カレーチキンバーガー。県外。全外しじゃん。史上最強のバスター。やばいよ。やばい。マヨネーズの量。やばいっすね。やばいな。このさ、普通さ、写真の方がさ、すごい映えになるけどさ、現物の方が映えてるんですよ。初めてないですね。写真超えてきた。ちょっといっぱい止めようぜ。波に乗ろう。これは絶対入ってます。お焼き。県外です。ん？ん？県外です。マジで？え？もう無理だって。何があるのじゃあ。この後全制覇しちゃう。ライスバーガーの焼肉。マジでこれもう入ってなかったらお手上げ。帰るわ。帰ろうか。帰りましょう。これ入ってなかったら帰ろう。帰りましょう。おお、さすが。やば。絶対いった。ライスバーガー焼肉。4位。さすが。ライスバーガーだ、絶対ライスバーガー。まあ、これは言ってるでしょう。はい、次もこちらです。ライスバーガーのエビの天ぷら。抜群。抜群。めちゃくちゃうまい。へぇ。エビがすごいボリューム。え？持った瞬間、重たってな。1キロのダンベルぐらいあるやん。でもこれ。はい、次に乗ってください。あら、よっしゃ。モスライスバーガーエビの天ぷらは3位です。はい。え、待って、あと何位だっけ。9位。フィッシュバーガー。フィッシュバーガー。フィッシュバーガー、これだ。もう見た瞬間にもうマヨネーズが乗ってるよ。ちゃうもん。マヨネーズとチーズ、はい、揚げてる。なぜかさ、一番最初にこれはないって言ってたよ。はい、やっぱフィッシュってやっぱカロリー低そうなイメージあるな。やっぱエムドナルドのイメージがあるから。確かにね。お願いします。もうこれじゃなかったらもう無理だよ。お願いします。お願いします。お願いします。フィッシュバーガー。お願いします。9位。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram の方もフォローお願いします。バイバイ。これとライスバーガーが入ってるっていうのはちょっと難しかったね。はい。だって絶対にカロリー減ってそうなのがいいのやん。はい。